こんにちは、世界の、日本の、そして東京の皆さん。昨年から続く世界的規模でのウイルスの蔓延に私たちも心を痛めております。しかし一方で人々は終わりなきトンネルの出口も求めています。とはいえ現状オリンピックの開催は困難であることに変わりはありません。そこで私たちは新たにシコリンピックの開催を決定しました。シコリンピックとはあらゆる人種が平等に、そして全ての国の境が失われ世界が一つになる祭典です。前大会でパンパン金玉メダルを獲得した選手たちはすでにシコリンピックへの出場に向けて腰を温めています。さらに今大会では新たに速さ、持久力、飛距離を争うトライオナロンの導入、エロスケベヌッポリ組体操の試験的導入、他にも数多くの新たな施策が用意されており、例年のシコリンピックとは全く別のものになるでしょう。そして何よりこの祭典に欠かせないのがシコリンピック精神です。シコリンピック精神とは平和の象徴そのものであり、この世界から争いをなくす唯一の方法は全人類が賢者モードになることでしか叶えられません。日本は世界屈指のスケベ先進国です。大会で必要となる莫大なおかずの量や種類を調達するに最も適しているのが日本であり東京なのです。パンデミックという未曾有の危機に全人類が勝利したその証拠として、我々はシコリンピックの開催を心待ちにしています。まあ待っているのは心ではなく股間なんですけどね。